じゃあこんな感じのもんな仕組みなんで、あんまりちょっと聞いたことないの、少しアレンジでやってみてね、ちょっとテンポよくっていう形で。次の曲は今度本当にみんなが知ってる声かな、ルパン三世のテーマを、これをまたジャズアレンジでご紹介したいと思います。それではちょっと怪しげなルパンの曲、カズミみたいな曲で紹介したいと思います。それではThank you.
県内でもかなりトップクラスのミュージシャンが揃えています。本当にね、大きな拍手ありがとうございます。次の曲はね、やっぱり曲の真ん中あたりになるとね、あのグラス片手にやっぱりお酒はやっぱりアッサクソね、いい泣き声、泣き歌っていうんですかね、ちょっと弾いてみたいと思います。ミスティThank you.
の念願。僕は彼の音は大好きです。本当にね、素敵だなと思いますね。こういうこと、こういうこういうライブの醍醐味。これ CD じゃないですからね。本当に吹いてるんですよ。まあ、そんな感じで、ね、どんどん進めていきたいと思います。今宵は雨も結局降らない。台風はどっか行った。でもなかった。日頃の行いがいつにいいかがわかるかと。それではですね、次の曲はウィスカーの
34年います。その後聞かないでくださいね、バレちゃいます。どこから来たんですかね。国？コスタ？国？フィリピン出身です。はい。の、柴田育ち。みんなちゃんと。今の住まいは？柴田です。柴田から生まれました。柴田ね、これだけの歌姫が、何かあったらね、みんな人がいたよって言ってあげてですね。よろしくお願いします。言ってあげてください。じゃあちょっとマイクを渡します。ありがとうございます。第2部、いよいよ私たちの第2部。そしてあともう少しで皆さんとお別れになっちゃうんですけど、まだお別れしたくないんだけれども、まあ本当に短い時間で精一杯私たちでも皆さん楽しい一日になりますように、本当に目標思い出になりますようになりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず私たちの2部から I wanna give you、 皆さん私は今日は言いません、当ててください、どうぞ。
私たちのマスカレードアレンジでした。どうでしょうか。皆様のおかげでこんな気持ちよく歌わせていただきまして本当にありがたいと思ってます。本当になんというかな、もう一つこの雰囲気どうでしょう。すごくキャンドル、今日はキャンドルパーティーだから、そのキャンドルでやっぱり雰囲気も、今日のジャズの雰囲気って素晴らしいなと思ってます。ご賛成の方、はい、やっぱりこういうところはいいと思います。最高なところ、私にとって The Great The Great、 本当にこの場所も素晴らしいと思います。また皆さんと会いたいなと思ってるんだけど、でもまだ一曲ありますよね。 OK、 この曲はちょっと早いテンポで、やっぱりもう何年ぐらい、もう皆さんこの曲もご存知だと思うんですけど、まあ日本語で言うと美味しい水、お酒じゃなくて水ですね、水。 And 曲名は Agua de Beber。 Let's goですからね。え、今日しかね
その前にいよいよ私たちの最後のライブになるんですけど、その前に私は皆さん今日のキャンスバン、あと気づいてませんか？キャンスバンの色は黒と赤ですね。それが私たちのカラー。カラー。OK、カラーです、そうです。OK、まずどこから行ったらいいでしょうか？まずこちらから行きます。トロンボーンのミスター・イワハシ。Just a fine.